おはようございます。こんにちは。こんばんは。私はただいま上野駅に来ております。本日は前回そして前々回とやってきたチャンネル開設1周年記念企画のラスト回です。ということで今回は東京都にある1のつく駅をすべて巡る動画です。なぜ1のつく駅なのかというと、それはチャンネル開設1周年記念だからでございます。ということで1のつく駅というものがこちら。諸事情により羽田空港には今回は行きません。ということでまずは都電荒川線に2つも1のつく駅があるということで、まずは1つ目の駅目指して行動開始です。ということでここ上野からはまずは日比谷線に乗車いたします。この度1本目の列車は東武の車両ですね。早速乗車して行きましょう。さあ上野を発車です。今回はどんな旅になるのでしょうか。そして2駅ほど進みやってきたのは箕輪駅。ここから少し歩いて都電荒川線に乗り換えます。ちょうど停車していた早稲田行きに乗車いたします。そして箕輪駅を発車です。毎度東京さくらトラム都電荒川線をご利用くださいましてありがとうございます。さあ1つ目の1のつく駅に到着いたしました。ということでやってきたのは荒川一中前駅でございます。ということでまずは1つ目の駅クリアです。次に都電荒川線にもう1つある1のつく駅に向かいましょう。でここの駅のホーム柵には可愛らしい、これ商店街ですかね、可愛らしいイラストが描かれておりました。さあ列車がやってきましたので乗車して行きます。でこの動画そうでなくても動画の時間がとても長いのでだいぶカットをしています。まあこの旅のどこかで私がチャンネルの動画に込めている思いなどもお話できたらいいななんて思っております。そして都電荒川線は王子を出るとあの有名な平洋軌道となります。タクシーのおじさんと目がバチコリあって少し気まずかったです。そして列車に揺られること35分ほどで2つ目の1のつく駅に到着いたしました。ということでやってきたのは滝野川1丁目駅でございます。ここの駅にもホーム柵には可愛らしい絵が描かれておりました。ということで2つ目の駅クリアです。お次はほとんどの駅が残りはメトロ系なので、次は西武多摩湖線の駅へ向かいたいと思います。ということで滝野川1丁目駅から西武多摩湖線目指してまずはやってきた列車に乗車いたします。そして10分ほど都電で移動し大塚駅にやってまいりまして、ここ大塚駅からは山手線に乗車します。なんとやってきた列車は E235 系のトップナンということで1周年記念にふさわしい編成ですね。そして大塚駅を出ること7分ほどで高田馬場駅に到着いたしました。ここからは西武新宿線に乗り換えます。高田馬場からはやってきた西武拝島線直通の急行拝島行きに乗車いたします。そして急行に揺られること25分ほどで萩山駅に到着です。ここからは西武多摩湖線の各駅停車国分寺行きに乗車します。なんと列車は赤色塗装、西武なのに赤色って初めはびっくりしましたが、この列車1本しかないみたいなんですね。
そして3つ目の1のつく駅に到着いたしました。まずは乗ってきた赤色塗装の列車を見送りたいと思います。ということで到着したのは一橋学園駅でございます。ということで3つ目の駅クリアです。ここまで3つの駅をクリアしたわけですが、動画では5分ぐらいかななんて思ってますが、撮影開始からは2時間以上経っています。ですがやはり電車に乗って移動するのって楽しいですから、長時間も全く苦になりませんね。ということでお次は東京メトロ半蔵門線、そして銀座線の駅を目指して移動していきましょう。一橋学園駅からは来た道と同じルートで宝の馬場まで戻ります。萩山で多摩湖線から拝島線の急行に乗り換えまして、宝の馬場へ、そして宝の馬場に戻ってまいりました。ここからは東京メトロ東西線に乗って行きます。やってきた快速東洋勝田台行きに乗車します。列車は東洋高速鉄道の車両ですね。さあ宝の馬場を発車です。そして九段下で半蔵門線に乗り換えます。やってきた急行中央林間行きに乗車いたします。さあそして4つ目の1のつく駅に到着しました。まずは乗ってきた列車を見送りたいと思います。ということでやってきたのは青山一丁目駅でございます。ということで4つ目の駅クリアです。ようやく折り返し点にやってきましたね。残りは3つです。頑張りましょう。次は南北線の駅に向かいましょうかね。ということで青山一丁目駅で折り返し急行南栗橋行きに乗車します。ちなみに撮影には東京メトロのフリー切符を使用しているので、改札を出ずに折り返しても問題ありません。まあ、スイカとかならきちんと改札を出てまた入ってこないといけませんけどね。そして永田町で南北線に乗り換えます。やってきた南北線の白金高輪行きに乗車します。白金高輪ってなんか響きいいですよね。さあ永田町を発車です。そして5つ目の1のつく駅に到着いたしました。まずは乗ってきた列車を見送りたいと思います。まあ、南北線のホームドアは少し独特なので少し列車は見づらいですけれどもね。ということでやってきたのは六本木一丁目駅でございます。なのでこれで5つ目の駅クリアです。さあ次は有楽町線の駅に向かいましょう。ここまで大きなハプニングは特になく進んでいます。まあ、なんかあった方が動画的には面白いんですが、ハプニングのない平和な動画もいいですよね。そして南北線で永田町に戻り有楽町線に乗り換えます。そして6つ目の1のつく駅に到着いたしました。いつものごとく乗ってきた列車を見送ります。ということでやってきたのは銀座1丁目駅でございます。ということで6つ目の駅クリアです。さあ7つ目の駅、最後の駅の都営新宿線目指して向かって行きましょう。さすが銀座ということあって周りにはブランド物のバッグや服を身にまとった方がとても多かったです。ということで銀座1丁目で有楽町線に乗りまして、月島で都営大江戸線に乗り換えます。いよいよ動画のクライマックスですね。撮影開始から5時間ほど動きっぱなしですが、最後までテンションマックスでいきたいと思います。ということでやってきた都庁前行きの列車に乗車します。この列車は都営大江戸線でも結構古い列車ですよね。1999年とかに作られた列車ではなかったでしょうか。でここで私が普段から動画に込めている思いなんですが、このチャンネルの動画だいたい8分から10分程度の動画が多いんですが、まあ、なぜかというと自分が長い動画を見るのがあまり好きではないからなんですよね。まあ一つネタを長時間伸ばして動画にするよりも端的に分かりやすく伝えた方が、見ている方がこの動画の結論は何かなっていうのが分かりやすくなると僕が思っているんですね。それに見てくださっている方の時間を無駄にしたくないなということもあり、短い動画に内容を詰め込んでいるということもあります。
まあ今の時代 YouTube は長い動画の方が伸びるとかって言われていますが、まあそんなことは気にせずに今後もそんな感じで短くて内容の濃い動画を作っていきたいと思います。ということで、森下駅で都営大江戸線から都営新宿線に乗り換え、最終目的地へ向かいます。東大島駅を出ると綺麗な夕日が見えました。チャンネル1周年記念企画のラストにふさわしい景色ですね。ということで、最後の7つ目の1のつく駅に到着いたしました。さあ、最後の駅は一之江駅でございます。ということで、1周年企画の1のつく駅制覇 in 東京、これでクリアです。ということで、本日の動画はこれで以上となります。チャンネルが1年続いてきたのを見てくださっている皆さんのおかげです。今後もこのチャンネルを応援していただけたらとても嬉しいので、よろしくお願いいたします。なお、動画のリクエストなども受け付けておりますので、動画のコメント欄にお願いいたします。さあ、次はどこの路線に乗りに行きましょうかね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。